俺を迎えに来てくれたんだと、じゃあもう精一杯抱きしめてあげようっていう話なんですよ、うん、ただこの中にめちゃくちゃ恐ろしいメッセージ隠されてます、知ってはいけない禁断の扉、気づいた時にはゾッとするでしょう。今夜あなたの知らない恐怖の世界へとご案内いたします。意味がわかると怖い話。第2回、意味がわかるとゾッとする怖い話。意味が分かる、意味が分かる、これこうだよ、これこう、もう2回忘れてる。結構な戦術そうです、ね、から始まった新しいシリーズ企画、はい、意味が分かると怖い話、3名ずつお話をしていくんですけれども、はいはいはい、2回目はこの大輝、僕、リボン、はいはい、この3人がお話をして、はい、後ろの3名に何が一番怖い話だったかを決めてもらいたいと思います、はい、ちゃんと第1回目大好評いただきまして、たくさんの方見ていただきありがとうございます。ありがとうございます。ということで本日もやっていこうと思います。お願いします。お願いします。やっていけやっていけ。じゃあ僕から、はい、目茶色お前。え、橋本環奈ぐらいじゃん。うわ、千年に一度の本当、橋本環奈。俺別にカラコンとかしないでこれなのに。うわ、いや、普通なんか否定のしかった。あれか。あるメッセージ、あるカップルの話なんですけど、彼氏がちょっと浮気をしちゃったんですよ。彼女もすごい怒ってて、彼氏は彼女に行きます。いや、でもやっぱ怒ってるんですよね。気まずくなって二人ともなかなか話せなかったんですよ。でもその気まずさに耐えれずに、彼氏はトイレに駆け込んだんです。あ、どうしようって考えてたら、トイレットペーパーに何か書いてあるのを見つけたんですよ。これなんだってなるじゃないですか。で、バーってめっちゃ出すんですよ。で、ずらーっと長いメッセージが書いてあるんで、ちょっとこれさすがに暗記できないんで読むんで、はい、ちゃんと聞いてください。なるほど。マミより、あなたは私を裏切った、それは事実。でももうすべてリセットしていいと思うの。あなたと過ごした宝物のような日々、それが私にとって大切だと気づいたから。何もかもぶち壊してしまうこと、許されないことだもんね。あなたが浮気していたことは全部忘れてしまえるわ。あの子とあなたとの関係もこれで帳消しってことにしてあげる。お互いに辛かったよね。私とあなたは十分に苦しんだから、これから楽しんじゃおうよ、一緒にね、たかしへ、というメッセージが何これ書いてあったんです。何これ、はい、で彼氏は、あ、彼女はこんなに僕のことを思ってくれてたんだ、はい、でもでトイレに行った時に、扉にもう彼女が、扉の前に彼女がいることが分かったんです。足音だから、はい、あ、彼女はきっとこれを読んだの分かったから、俺を迎えに来てくれたんだと、じゃあもう精一杯抱きしめてあげようっていう話なんですよ、うん、ただこの中にめちゃくちゃ恐ろしいメッセージ書かれてる。全然わかんない、普通なんでしょう、なんかちょっとね、のめり込むような、まあ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 、気になるな、なんだ、まあ一個だけちょっとなんか疑問ありますわ、僕。普通さ、なんとかじゃん、最初。あ、最初にマミよりだった、そう、あ、確かに、うん、そう、おかしくなっちゃった、なんか確かに。正解は逆から読むと恐ろしいメッセージになり、あ、まあ、すり替わってますよ。へぇ、そう、これ読んでいいですか、逆から。ああ、読んで読んで。え、なに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 、じゃおうよ、一緒にね。え、あなたは十分に苦しんだから、これから楽にしてあげる。お互いに辛かったよね。私とあなたとの関係もこれで帳消しってこと、全部忘れてしまえるわ。あの子とあなたが浮気していたことは許されないことだもんね。何もかもぶち壊してしまうこと、それが私にとって大切だと気づいたから。あなたと過ごした宝物のような日々、でももうすべてリセットしていいと思うの。うわ、あなたは私を裏切った、それは事実。うわー、だから楽しんじゃおうよだったもんね。あー、楽で切ってんの、あー、そっか、で、死んじゃおうよ、一生懸命って。トイレットペーパーだからこう、そうそうそう、こう、逆から彼氏は普通に上から読んじゃったわけ。あー、だからトイレットペーパーって下からこう出していくから、本当はこう読まなきゃいけない。あ、なるほど、なるほど、そう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 、だから彼女が扉の前に来てるのは完全に彼氏をこっに来てる。うわっていうお話です。ありがとうございます。強っ、すげー、え、やるやんけ、お前。ありがとうございます。タイトル、荷物。まあ、ある男性の方がマンションに住んでまして、その人6階に住んでるんですよ。で、その日の夜かな、エレベーターが6階に止まってて、押しても下に降りてこないんですよ。なんでだろうと、まあいいや、階段でいいやって思って、1階から階段6階上がったんですよ。そしたら、階段上がったすぐそこにおばあちゃんが1人いまして、荷物を2つ持ってたんですよ。まあ1個は普通リュックで、もう1個がもう
重たそうにしてたんですよ、めちゃめちゃ。大丈夫ですか？いやこれ重くてちょっと下まで持っていけないみたいな。あ、じゃあ僕が下まで持ってきますよと。で、荷物をこうバッと持ったらめちゃめちゃ重かったんですよ。え、何これ、何入ってんのみたいな。ただまあおばあちゃんのものの中身は見れなくて、そのままエレベーター下を押してエレベーター開いて、まあ持つかっつって、そのまま中持ってたんですよ。重いから下に置いたんですね。それでまあエレベーターが閉まって、おばあちゃん下で待ってるからねって言って、1回押して6回5回4回3回で荷物がバーンって上がったんですよ。その意味は分かりますかっていう。え、ちょっと状況整理全然分かんない。6階から荷物を何言ってるか分かんない。ああ、ごめんなさいごめんなさい。で、あ、じゃあその後、そのちょっと言いますね。バーンって上がって、えと思って、何これ急に怖い、心霊現象と思って、チャーッとエレベーターのドアの上を見たんですよ。そしたらピアノ線の糸がピーって引いてあったんですよ、その荷物に。なるほど。結構これグロい話になってる。まあ、うん、まあ、まあその男をね、落とすと、ってことだよね。回答の方、回答。おばあちゃん、亡くなってます、そこで。あ、わかった。え、亡くなったの、はい、わかった。おばあちゃんはそこで亡くなりました。え、6階でおばあちゃん の体と荷物をつなげたピアノ、ピアノ線つながってて、おばあちゃんがエレベーターの6階で多分ボーンって止まったでしょ。そう、だからおばあちゃんは6階にいたんだよね、多分。そう、6階におばあちゃんはいて、で、ピアノの線って透明だから見えないの。だからおばあちゃんはキッとしたくて荷物を男性に持たして、おばあちゃんはその前に6階に止まってます。エレベーター閉まります。で、6階から1階の距離なんかめちゃめちゃあるわけで、その荷物がそのまま下行くかって言ったら絶対止まって、おばあちゃんも止まるからね。引っかかってバーンなる。そのまま首にピアノの糸を巻いてて、そのままおばあちゃんが出したときにグーッとなって、そこで亡くなったっていう。え、見た。そういうこと。鳥肌やべえ、力がやばすぎて荷物がボンってそうだね。いいわ。ピアノ線の長さの限界があったので、そう、限界があって荷物の中に入ってたのが石だった。なるほど。完全に自分でに行ってしまった。だから男性の方はの協力者になってしまった。最悪だ。そうだよね。すげえ。え、気持ち悪いよ。対戦相手が強すぎる。最後ハードルが、ハードルがそんなにない。大丈夫これ。タイトル、忘れ物ですよ。トラックの運転手してまして、その日は20階建てのタワーマンション、届け先が19階の方。うん、19階になるともう長いんで、さすがにあの階段で行ける距離ではないと、うん、まあそうだね。まあよくあるじゃないですか、いいマンションってエレベーター3つとか2つありますよ、ね、うん、あ、そのマンションも2つあったんですけど、1個ちょっとあれです、点検中で使えなかったんですよ。なのであの右のエレベーターを放っといて、左のエレベーターでポーって上に19階までひとっ走り行きまして、うん、ピンポン鳴らして、まあ、出てきた女性がちょっと薄気味の悪い髪の長い女性、あ、宅急便ですと、こちらにサインお願いしますって。で、サイン書くためにボールペンを渡すんです。その女性にこうボールペンでサイン書いてもらいまして、ありがとうございました。もうその間ね、何も喋ってくんないんですよ。そのまま降りまして、で、降りた頃ぐらいに、あ、忘れ物したなと気づいたのがもうトラックのところだったんですよ。あ、もうめんどくさいからね。もうエレベーター降りて、なるほどね、トラックの目の前でボールペン忘れたなと。そしたら、忘れ物ですよ。その女の人が、その女の方が、え、忘れ物届けに来てくれたんです。この話、何が恐ろしいでしょうか。全然なんだ。19階でエレベーターでそのね、配達員が降りました。それに追いつくにはまたこれを19階に戻して下に行かなきゃいけないんでしょう、うん、それが果たしてできるのって。だから、そう、なんか早すぎるなと思って。そう、おかしいよね、うん、お化けなのか、その女の人が。いや、うん、いや、そんな簡単、そんな簡単じゃない、多分浅くないよ、そんな正義は。たつきさんが考察している中、ひろさんなんて言いました。何でしたっけ、なんだ。そんな簡単じゃないと。あー、そう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 、そんな簡単な、正義がそんな浅いやつ持ってくる。あー、まあ、いたで浅いの持ってきました。ちょっと、ちょっと、いや、まさか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 。正解は19回、1個しか動いてないですから、パッと気づいたタイミングで後ろにいるわけがない、イコール生きてる人ではない。あ、もうその初手があったね。あ、じゃあ正解じゃん、俺。そんなわけないって言っちゃったけどね。やべえ、やべえ、やべえ、俺やっちまったな。しょうもなすぎて逆に堂々としてきた。途中から吹っ切れてきたよ。そんなわけないって言われたあたりから、もうどん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 胸張ってきた。もういいやみたいな。浅くないよ、そんな正義は。あ、
まあ、はい、ということで、はい、本日のお話、あるメッセージ、荷物、忘れ物ですよ。こいつのお話が一番だと思った方に、はい、指をさしてもらいます。悩む、これお願いします。優勝候補が3人だよ。強豪校の3人、ね、悩む、忘れ物です。忘れ物ですよね、やっぱな。やめたね。せーの、あ、全部大丈夫。おー、やったー、やったー、イエーイ。意味がわかると怖い、ゾッとする話。優勝は大輝。イエーイ。いやー、嬉しいなー。ちょっとね、なんかもう最初ね、うん、なんかこいつそう、下手くそなー。ごめんごめん、なんか思ったの、ギャップするかって。そうそう、ごめん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 、すっごい気持ちよかった話。ちゃんと予想を上回った、うんうん、確かに。はるか上いった。これが多分続くじゃないですか、うん、ユミコは。これもう超エースだったの、この話。超エース1回。でも初っ端でやっぱ生き薄いからね。そう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 、超優勝候補ね。そう、超優勝候補だった。これ怖かったもん。ってリボンのも怖かったよ。まあ、リボンの怖かった。今の聞かしたね。やばい。聞こえたね、聞こえた。どう、最後の最後来たな。また2回やばい音してる。やばい音してる。嘘、何これ。あ、また行った。あ、今の声だ。リボンの分かんない。こちこち、どう？ボールペン、違う、俺ボールペンの音に聞こえる。やっぱそう。うわ、うわ、忘れ物ですよ。怖いやん。お前、お前バケの話するからじゃん。この正義関連のやつ、現象。確かにね、関連ありすぎる。この部屋暗くしたらもう 99% 現象起きますからね。え、間違いない。僕はあれですよ、続行があるからね。そっちにシフトチェンジしてる。花も出してやろうかな、みたいな。いやいやいや、ありがとうございます。第2回も怖かったと思いますので、はい、ちょっとした方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。よろしくお願いします。下にも第1回の概要欄貼っておきますので、はい、ぜひまだ見てない方は見てみてください。はい、お願いします。それでは次のゾッとするイミコアでお会いしましょう。バイビー。バイビー。バイビー。俺フラペンゴじゃなかった。いや、バイビーも多分これやで。バイビーもこれでやるじゃーって。イミコアはね、俺な、煙出ろ、出ろ、煙出ろ、出せ、煙出せ、ターボを出せ、煙出せ。